承知した。愚策である。異常ありません。次の出陣。父上、つつじヶ崎館よりご使者が来られていたようですが。上杉との協定に基づき光月を攻めるのだ。沼田の奪取が目的となろう。さようですか。ご武運をお祈りいたします。あ、近頃勝頼様はおいでになりませんね。寂しいです。勝頼様は武田のご当主、軽々に躑躅ヶ崎館を開けられぬのは当然である。はい、戦が落ち着けばまた遊びに来てくださるさ。はい、兄上。これは正幸さん、お別れのご挨拶に伺いましたよ。武田を離れるというのか。勝頼さんに暇を出されちまいました。もうここで学ぶこともないだろうってね。失礼ながら今の武田に客分を養っている余裕はないってのも確かでしょう。しかしあの忍びもこちらに回されてましたよね。ああ、どうも勝頼さん、自分の周りから人を遠ざけようとしちゃいませんかね。考えすぎだろう。勝頼様はお家のために必要な手を打っておられるに過ぎ。それならいいんですが。いらぬことを申し上げました。それではまた、ご縁があればどこかで。ああ、左近殿、こんにちは。
どこかへ行かれるのですか？ああ、武者修行の旅にな。そうなのですか。お別れするのはとても残念です。またいつか稽古をつけていただけますか？お前さんならすぐに俺なんざ追い越しちまうだろうぞ。達者でな。はい。まさゆき様。良きかな。真田本隊はまず大手前の北砦を制す。叔父上たちは東砦へ向かわれる。叔父上の軍当てにしています。ああ、大船に乗ったつもりで俺正行。我が槍も武者震いしておるわ。叔父上の支えあってこそ策はなる。あまり無理をさせるわけにはいかないが。入り込んだのが運の尽きよ。かかれ。叔父上のこと心配はありない。元より落とすはずの砦制圧ついで。敵将討ち取ったり。奇襲でわしの首を取れると思うたか。手ごわい。皆の者、豪兵と侮ってはならんぞ。ここまではたやすい。無働きなど自慢にならんだ。この丁寧的わし一人で十分じゃったが、まあ礼は言うておく。城下の砦が落とされたか。沼田城は攻めるに固く守るに安い要害。忍びを使い城代3人を調略し攻略する。本隊が大手を攻めている間に手薄になった裏手から潜るのだ。真田め、大手に攻め寄せよる腹か。迎え撃て。皆表に詰めよ。無理に門をこじ開ける必要はない。門をくぐった途端に矢の雨ではつまらんからな。正之
雪様から言われてたのは あれあれ、あの人、藤田さんね。藤田様、我が主、真田正幸より書状を預かってまいりました。なるほど、正幸殿らしい。領地の安堵をお約束いただけるのであれば。藤田殿、どちらへ。まさか武田方へ寝返られたか。北条のため働いておるのは猪俣くらい。次は金子だ。見事な調略じゃな。兄上を思い出すわ。じゃがわしの部君の稼ぎどころがないぞ。申し訳ありません、おじ上。部君などより人が死なぬ方がよほどいい。敵を見つけて倒すだけの簡単なお仕事です。元城はのうまだ耐えておるか。そうね、無事に間に合ったみたい。おお、援軍だ。これで巻き返せる。来たか。見たところ援軍は意気堅固。まともに相手取れば手こずるやもしれない。上将が武田の贈り物を受け取ったとか。何やら金がどうとか。なんだと。そういえば以前にも聞いたことがあるような。もはや城を守る意味はあるのか。降伏した方が良いのでは。さてお十分、手はず通り。なんと、あれに見えるは北条の姫君。かなうはずもない。者ども引け。いやいや、そのため不利と見て引くか。今だ、城から打って出て援軍と攻撃せよ。かかったな。金子を城の外に釣り出すのだ。城の門前で何か。急ぎましょう、無事に。お待ちください、姉上。ちょっと不足が。無働きなど自慢にならぬ。心でよかろう。やれ、正助。平凡。正幸様のご指示通り、沼田城の表を閉じ申した。これで金子は。なんだ、なぜ門が閉じる。城に戻れぬではないか。開門。金子の目の前で打ち果たすとしよう。粘られればかえって金子の気はない。早々にケリをつければな。天下無双とは横行のことだ。調略ね。人を騙すのはそんなにお好き。ならば姫様は人を死なせる方がお好きか。それは
ごめんなさい、言い過ぎました。生真面目なことだ。これはこれは氏君殿、先だっての戦ではご兄弟ともども世話になり申した。目が覚めるようなお働きですな。ここまではたやすい。援軍がいともたやすく。金子殿、そろそろお心を決められては。武田に下られ悪いようにはせぬ。とてもかなわぬ。武田に降伏いたす。最後に残る城代は稲葉だ。多少は骨があるようだが、この状況ではな。城代様が二人も。もうダメだ。沼田城は武田に明け渡す。城内の門を開けるゆえ、参ろうか。開門。無働きなど自慢にならぬ。武田に下り援軍の罪を。罪ではないか、猪俣殿。己真田、汚い手を使いよって。この恨み決して忘れんぞ。これで武田は光月において王城の優位に立つ。真田の立場だ。織田の脅威はいささかも緩んでいない。このままでは勝頼様、